中島ラモ、作家、灘中学校高等学校、偏差値79、最終学歴、大阪芸術大学芸術学部放送学科、山口早紀、グラビアアイドル、タレント、天王寺高等学校、偏差値75、関西学院大学卒業、小林克也、ラジオ DJ、広島大学附属福山高等学校、偏差値75、慶応義塾大学経済学部中退、森千秋、タレント、千葉高等学校、偏差値74、東京大学理科2類入学、工学部システム創生学科環境エネルギーシステムコース卒業、川田博美アナウンサー、三国岡高等学校偏差値73、最終学歴は、和歌山大学経済学部、藤原博士、吉本興業ホールディング、取締役、三国岡高等学校偏差値73、関西学院大学社会学部卒業、岡村真澄タレント、神奈川県立白洋高等学校偏差値73、お茶の水女子大学生活科学生活環境学科食物科学講座、現在の、食物栄養学科卒業、トリンドレイナタレント、国際キリスト教大学高等学校偏差値73、慶応義塾大学環境情報学部卒業、向井明、浦和第一中、女子高等学校偏差値73、日本女子大学化成学部化成理学2部、生物系を、中途退学、現在は理学部、物質生物化学科、生物系に再編されてます。吉村麻里、都立西高等学校偏差値73、青田のり子タレント、八王子東高校、偏差値73、東洋女子短期大学中退、上西さゆり、元、衆議院議員ですね、大阪教育大学附属天王寺小学校、中学校、附属高等学校、天王寺校舎、偏差値72、神戸女学院大学、文学部、井筒和幸映画監督、奈良高等学校偏差値72、上山とちクッキングパパの漫画家、筑紫ヶ丘高等学校偏差値72、大分県立芸術短期大学卒業、倉田真由美漫画家、福岡高等学校偏差値72、一橋大学小学部卒業、小池和夫漫画原作者、秋田高等学校偏差値71、中央大学法学部卒、三原由紀モデル、高津高等学校偏差値71、立教大学文学部文学科英米文学専修卒業、小島瑠璃子タレント、千葉東高等学校偏差値71、アヤマン監督、アヤマンジャパンですね、中央大学杉並高等学校偏差値71、中央大学総合政策学部を卒業、角田二郎漫画家、青山高等学校偏差値71、高見栄のぽさんですね、立川高等学校偏差値71、元親文子アッパホテルの社長です、藤島高等学校偏差値71、法政大学人間環境学部卒業、早稲田大学大学院公共経営系研究科に入学、2006年3月に公共経営修士、専門職を取得、加藤玲子タレント、春日部共栄高等学校偏差値62から70、江戸川女子短期大学卒業、渡辺陽一戦場カメラマン、富士高等学校偏差値68から70、明治学院大学法学部、井上光三芸能レポーター、西南学院高等学校偏差値70、西南学院大学商学部を卒業、
寺澤大輔漫画家、ミスター実行、翔太のお寿司ですね。向陽学園中学校、高等学校、偏差値73、慶応義塾大学文学部、新三なめこ漫画家、女子学院中学校、高等学校、偏差値71、武蔵野美術大学、短期大学部、デザイン科、グラフィックデザイン専攻卒業、オーリエ、スポーツキャスター、王貞治の娘ですね。双葉学園で、小学校から中学校まで、偏差値69、青山学院大学文学部、英米文学科卒業、糸谷哲郎、将棋の棋士ですね。広島学院中学校、高等学校、偏差値69、大阪大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士、前期課程修了、修士の、文学、ハーチュブロガー、慶応義塾、湘南藤沢高等部、偏差値76、慶応義塾大学法学部、政治学科卒業、安倍譲二作家、麻布中学校、慶応義塾高校を上席、偏差値76。その後、神戸市立須磨高等学校や逗子開成高等学校など6つの高校を転々とし、保全高校定時制課程に入学し卒業。森光、商用幼稚園、慶応義塾幼稚舎、中等部、慶応義塾女子高等学校、偏差値76、慶応義塾大学文学部を卒業。